千葉県警白線台署は10日、交際女性20の顔を蹴るなどして全治4週間の怪我を負わせたとして、傷害の疑いで、プロボクサー鈴木敦史容疑者3人を逮捕した。同容疑者は、イケメン敦史のリングネームで活動していた、山形県出身、三谷大和ジムに所属していた昨年の6月12日、プロボクシング大会、GNKOTSU 立川率 FVOL5 に出場。8回戦で日本ライト級7位の斉藤正幸介、石川と対戦し、序盤から接近戦を仕掛けたが、斉藤のボディーブローに苦戦、終始、圧倒されて3で判定負けしている。通算成績は18戦7勝、2 KO、2分9敗、ネットの声、成績見たら8回戦まで上がってきたけど、2019年12月から昨年6月ま、で5連敗。アマ経験なしで8回戦まで上がってきたならそれだけでもすごいけど、もう最近は限界感じてたのかな。何を理由にしても暴行や傷害はダメだけどね。それは傷害罪の中で一番重い刑にしないと。プロボクサーが暴力、男が女性に暴力、悪質だね。したことも実物もイケメンではないという、ボクサーなのに一回り年下の、しかも女性を殴ると跳ね。ボクシング界の一部で問題視されている三谷大和ジムの人ですね。この人、本当は事件前日の12月26日に試合が決まっていて、試合前になぜか棄権している。コロナ感染か何かかと思っていたけど、何か素行不良で棄権したのかもしれない。推測。しかし予定されていた試合の前日にこんな事件を起こすなら、試合できたんじゃないかと思う。自分がうまくいかないのを交際相手に八つ当たりしたのかな。勝率低いし KO 率も低い。さらに一般人に暴力。プロとして色々終わってるけど、そろそろ例の1分イベントに参加しようとしてたのかもね。こういう奴がいるからボクシングが悪く見られる。ちゃんとしている人の方が圧倒的に多いんだけど、たまに出てくるこういう共柄のせいでスポーツとしての確固たる地位を確立できないのは残念。格闘家は、素人相手に手を挙げてはいけない。ましてや、女性相手に顔を蹴るなどありえない話。何かあったにせよ、冷静にならないと、試合にも仕事でも通用しない。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。